いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。伊達さんからプリペイドカードってのを買うよう頼まれてるな。すまないが、プリペイドカードってのはあるか。1万円のやつを5枚欲しい。ありがとうございます。お会計5万円になります。ああ、頼む。ありがとうございました。よし、伊達さんに頼まれていたプリペイドカードを買ったぞ。連絡するか。買ったぞ。なんか妙な感じがするが、聞かずじまいだったし、用途ぐらい聞いておくか。何に使うんだ？ん？ずっとそうだったが何かおかしい。ちょっと探りを入れてみるか。今どこにいる？ほう、なら手渡しの方が早い。写真を送る方法知らない。これはいよいよ怪しいな。急いでいるなら手渡しの方が早い。俺もカムロ町にいる。反応がないな。ほう、そうきたか。どこで会う？わかった。よし、伊達さんかもしれねえが、ご対面といくか。
怪しい伊達さんと待ち合わせしたのはここだな。桐生さんだな。伊達さんってわけじゃないみたいだな。いや、私が伊達さんだよ。プリペイドカードを渡しなさい。仕組みはよく分からんが、手の込んだ詐欺だったってわけだ。渡さなくてもいいよ。奪い取るだけだから。遅いぜ、伊達さん。大丈夫だ、解決した。お灸を据えた。わかった。これからも気をつけねえとな。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。なあ、そこのあんた。うん。あんた、ダーツに興味ない？何？いやー、俺さ、最近ダーツにハマっちまってね。今日もダーツ勝負がしたくてこの店に来たんだよ。だけど困ったことに勝負する相手がいねえ。だからあんたに声をかけたってわけ。なんだ、このなれなれしい野郎は。ねえ、どう？いいだろう。暇だし、相手になってやる。お、あんた見た目に似合わずノリいいじゃん。俺は赤い静雄ってんだ。よろしくな。俺は桐生だ。よっしゃ、それじゃあ桐生っち、いっちゃ勝負だぜ。
手加減しないぜ。どんまいどんまい。よし。あれ。なに？ナイスポーズ。見てて、俺の実力を。勝ち！ポールさん、サインください。握手してください、ポールさん。ん？一体何の騒ぎだ？あれは、まさかポールリム？何？すげえ、本物だ！おい、一体誰なんだ？そのポールなんとかってのは。あんたダーツをやるのにポールリムのこと知らないの？ああ、聞いたことねえな。いいか、ポールリムってのはな、昔ダーツの世界大会において史上初の完全試合を達成した伝説のプレイヤーなんだ。だから俺たちダーツプレイヤーにとっては雲の上の存在、まさに生ける伝説なんだよ。ほう、あのさん、そんなにダーツがうめえのか。ちょ、おっさんだなんて、もし聞こえてたらキレられちゃうぜ。うわ、ほら見ろ、こっちに来てるじゃんよ。あんたがおっさんだなんて言うから。 I've been watching you guys play. 英語か？一体どういう意味だ？マジっすか？ん？お前、英語がわかるのか？おい、俺はこう見えても帰国子女だからな。
英語に関しちゃ右に出るやつはいないぜ。そうなのか。それで今のは何て言ったんだ。ああ、今の俺たちのゲームを見てたって。 You got ways to go. But I can tell you, you have got a talent for this. え、マジっすか。おい、なんだって。俺まだまだ未熟だけど、いいダーツのセンスしてるってよ。いや、まさかポールリムに褒められるなんて夢のようだ。アザース。ああ、not you. え？ You. 何？俺か？ Yes. What's your name? Name?名前か。キリュウだ。You have the potential to be a great player. Kiryu-san, I hope you continue to enjoy darts and keep polishing your skills. あんたはいいプレイヤーになる可能性がある。だから、これからもダーツを楽しみながら腕を磨いていけ。I look forward to the day when we can have a heated match. Ha 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 ha!いつかあんたと熱い勝負ができる日を楽しみにしてるよ。はははははだってさ、チェックショーいいな。あのポールリムに将来を期待されるなんて、あんた羨ましすぎるぜ。知らねえおっさんに褒められても大して嬉しくはねえが。でも確かに俺もさっき対戦してて思ったよ。キリウッチはなかなかの才能を持ってる。そうか。自分じゃそんな実感はねえが。いや、この俺やあのポールが言うんだから間違いねえさ。あ、そうだ、今日俺と対戦した記念にこれをやるよ。これを使ってもっともっと練習すればきっといいダーツプレイヤーになれると思うぜ。まあそれでもあの生ける伝説ポール・リムには勝てないと思うけどな。生ける伝説ポール・リムか。時間があるときはいろいろな連中と対戦してダーツの腕を磨くのもいいかもしれねえな。おっきい。そう来なくっちゃ。負ける気がしねえ。全力で来い。どんまい。よし。あれ。
人物。それじゃまたし。いらっしゃいませ。さあ、行くか。ありがとうございました。こっちは大丈夫だよ。心配しないでね。